伊藤さん、低めはよく見た方がいい。あ、初めて起きちゃってよ。低め。あ、来たよ、来たよ。ちょっとはみ出ちゃってる、はみ出ちゃってる。大丈夫、大丈夫。そんな、あの、お父さんみたいなバカなことはしなかったよ。大丈夫、大丈夫。また今日も盗塁できないじゃん。あの、イケメンキャッチャーですよね。あ、諦めたらいいよ、盗塁。ないね。これがピッチャー違いますよ、なんか。そう、初めてなんよ。俺も見たけど。石川だ、石川。俺が惚れたキャッチャーこれじゃないんだ。違うんだ。これダメだ。カビ生えてるから。ダメだ。キャッチャーの人、キャッチャーフライの時はどうやってんだっけ？ね、大丈夫ね。よし。どっちか頼むよ。こっち一塁側のファールお願いします。マジ？おお、ナビちゃん今日右かやっぱ。今日も右で行きます。これ買っちゃったんですよ、これ重り。来たら避けたらダメだよ。バッティングセンターあるから。バットはいつもと同じ？バットは一緒ですね。同じ？当たったら大変だもんね。今日何キロあるんだよ。いや、バッティングセンター行ってんだもんな。チューマン。俺も行かねえかな。チューマン。今日な壁。ベルリンの壁。ありゃありゃありゃ。ほら。おしゃおしゃおしゃい。おお。悩んだ。ああ悩んだ。壁。ボディーガード何言ってんの。あー、ナビちゃん、何のことか分からん。避けんなよ、お前。ブルーバー、ブルー持てよ。卑怯な男。パパだぞ、パパ。パパ来たよ、パパ来たよ。パパ来たよ、パパ。ユニホーム来ちゃうと分かんないよね。サッカー。分かんないね。絶対来たのか。ユニホーム来ちゃうと誰だか分かんないよ。サッカーボールでも痛そうだけど、軟式なんか持ってる。さあ、バッチョ前来たか。固定はしてないの。おーい、もう取った、応援してるさ、応援してる。プレート入ったんだ、プレートは針金みたいなのが俺も2ヶ月ずっと入って取った、さあ、バッチ任して。いや、まだ枯れてんだよね。あー、そうでしょ。オーケー、せーせーせー、オーケーオーケー、ないだね。危ねえ危ねえ。タイミング的にアウトだね、今。ちょっとタッチが下手だった。伊藤さん、タイミングアウトだよ。今日は走んない方がいいかな。俺でも走れるから大丈夫だよ。俺さ、やめた方がいいよ。プレッシャーかけて、プレッシャー。さあ、ナビちゃん、進めてこい。正面、正面。ゴーゴーゴー。大きな視線。よーし、ナイス線。ショート深い、ショート深いよ。ゴー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 。はい、シャンシャンシャン。入っちゃった。今日はあそこを取られちゃちょっとあれだね。そうだ、ちょっと取られるんだよね。でもあれだ、低めはあれだ、気をつけ、もう捨てていかないと。リリリリリ、一回ぐらいバック踏んでるとでもダメだな。あそこはかな。大丈夫、今日は3回は来そうで。ゴーゴーゴー。オーケー、オーケー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 。いいね、よー、ナイバッチ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 。首位打者独走。あ、次よく先生、首位打者でしょ今。すごい、分かんないよ。打席が少ないからね。あ、僕逆首位打者ですよ。何それ、逆首位打者。ドンペケってことか、逆首位打者。じゃあもう少しだ、じゃあ規定打席だ。あ、つい強く通りね。俺も順調に打率が下がってくるからな。俺も下がってんな。仕事では影響あるの、指。ある。何気にあるでしょ。出張も大変。小川さん、今日持ってきていただけました？え？密輸現場はまずいじゃないの。子供に。いや、僕何も言ってないですよ。持ってきていただけましたって聞いただけですよ。持ってるもん。あ、落ち。持ってきたよ。OK！ 足を
しゃあねしゃあねしゃあね。しょうがねえな。しょうがねえな。まあ伊藤さん走っても刺されるな。さあ田島選手も回しましょう。ツーアウトね、ツーアウト。打ったらこう、打ったらこう。体が全然動く。空振りしとる。止まってみるで、止まって。回ってねえよ、体。鍛えろ、鍛えろ。ナイスナイス。ナイスナイス。カーブかなと思った。来た、コントロールいい。全然打ち頃打ち頃。打とうと。ナイスナイス。今の出し入れね。今のなんか。おとなしかったよ。あれおとなしかったよ。山が。マジ。山が。じゃあ帰ろうか。すげえにやってる。あれおとなしかった。嫌がってる。いや全然嫌がってる。嫌がってんの。嫌がってないです。落とされないように。やばい、ニコニコしてる。すっごい気に入って笑ってるよ。笑ってるよ。よかったね、翔くん。おいやいや、あれトライとしゃあないね。あれトライとしゃあないよ。ついてないね、あれ。ついてないね。惜しいね。